一定应该比咱们都多，特别是现在是三季度，你像我昨天去的，啊，昨天我晓得，哎，我晓得，哎，我晓得，你们都来了，啊，那我们是，そうですね、新年度の予算の中にも保育所整備というものがありまして、私が就任をしてから、保育定数というのを増やしてまいりました。30年度までいますと5300人を超える定員増ということをしてまいりましたけれども、それを超える需要というものがございます。国定義での待機児童はゼロということなんですが、それ以外の国定義外ということで、この、一箇所だけというんですかね、保育所、この保育所でなければということでご希望されている方の数が個人的に多いんでありますけれども、そういった方々を入れると、また1500ほどのですね、待機児童の潜在的な数があるということです。先ほど申し上げましたように、これは、子どもさんを預けられる環境があれば、子どもさんを預けてですね、就労をされたいというご家庭が増えているんだろうというふうに思います。札幌の女性の就業率、希望されている方は非常に多いんですけれども、実際に仕事を持たれている女性の数の割合というのは他の都市に比べて低い状況なんです。ですから、まだまだ潜在的にはですね、仕事を持ちたいと、あるいはその復職も含めてですか、そういう方々が多くなってきているだろうという、そういう意味では女性の社会進出と活躍という場はですね、増えていくことについては、これは社会全体としては望ましいということになるんだろうというふうに思いますので、そのニーズにしっかり応えていけるような、保育所定員もそうでありますが、これまで以上にですね、引き続きこのことに力を入れていきたいというふうに思います。はい。この後また質問もあると思うんですが、実態調査についてですね、潜在選手、保育士の職員に関する調査ですね、どういうぐらいの形でやるのか、概要をちょっと。資格を持たれた方、北海道の方にも協力いただいて、資格免許というのは北海道の方で発表しておりますので、そういった情報もいただきながら、資格を持たれて今、保育士として働いていない方々に対して、復職をしていただくにあたってですね、どういうことが障害になっているのかとかですね、そんな状況というのを把握できればというふうに思っています。だから、現状、資格を持ちながら、例えば一度も保育の仕事に就いたことのないという方も結構いらっしゃいますので、そういった方々がどのような状況なのか、あるいは、一度、例えばその職が離れた方、また復職する場合に、どういうところが課題となるのかですね、そういうような実態を把握することで、次の復職に向けての手立てということにつなげていければというふうに思います。私社からご質問、はい、ちょっと話変わるんですけども、はい、しかも任期がですね、はい、まもなく任期の終わり1年を切られるというか、はい、次の選挙に向けたところに、これまではですね、市政運営の総括とか、今の総括とか、来年の選挙についてもしお話しいただければ、ちょうど、市長に就任してから3年、丸3年ということになりました。この3年間、少し振り返りますと、市長就任した直後に市民にお約束してきた公約事項などについて、こういったものも含めてですね、喫緊に取り組む課題を中期計画アクションプランという形で、財源とともにですね、お示しをさせていただきました。毎年の予算はその計画に基づいてですね、
まあ、ほぼですね、順調に進めてこれたかなというふうに思っています。とりわけ経済雇用の関係、それから子どもの育成支援ということに力を入れてまいりましたので、経済雇用関係は、観光の分野ですとか、それから民間投資が得られるように再開発事業だとか土地利用の関係、こういった見直しをしてきました。そういう意味では、札幌、都心部を中心として、民間投資というのも順調に行われておりますし、観光分野でも海外からのインバウンドのお客さんをはじめとして順調に増加をしていると、こういう成果が来ているかなというふうに思っています。で、子育て支援等についても、これまでも保育所の整備の拡大をしてきまして、まだまだその、潜在的な方々の多くいらっしゃるというのはございますけれども、当初お約束してきた国定義での待機児童、これをゼロに今年度戻ってくれたという意味では一定の成果というものもあったかなというふうに自分なりに思っています。3年間いろいろございましたが、例えばこういった想定をしてきた事業のほかに、突発的な事柄、例えばその丸山動物園などでの動物の死が続くですとか、あるいはアスベストの問題などもございました。そういったようなこと、職員の不祥事などもありますけれども、そういったことも含めて、突発的なことについても、できるだけその早期な対応ということもできたかなというふうに思っています。ファイターズの球場問題、これは札幌市内にとどめられなくて残念な結果にありましたけども、おおむね相対的にはですね、当初計画をしてきた事柄ということについて、おおむね、自分なりに、市政運としてはやってこれたかなと、こういう感じを持っています。そういった中で残り1年ということでありますけれども、経済雇用の関係、例えばその先端、方向性を出しましたマイス施設の整備、こういったものについても今後具体的な動きを作っていく、方向性を作っていくということになりますし、新幹線の駅問題、ホーム位置も決着をしましたけれども、駅前の街づくり計画、これは人の動線をどうしていくのかとか、あるいはバスターミナル含めた交通処理、こういった課題もございますので、街づくり計画などをやっぱり今年1年、早い時期ですね、方向性を次の方向性化していく、そういういくつかの課題、オリパラの時期にもございます。そういった課題についてまずは、最後の1年しっかり取り組んでいきたいというふうに思います。その上で、今後どうするかということをまたしっかり考えていきたいと思っています。ありがとうございます。それでは、質問2026年の招致というものについて、そのまま継続をして手を挙げていくのか、あるいはその時期について、別の時期ということも含めて判断するのかということでありますけれども、従前からお話をしております。仮に2026年正式に立候補して次のフェーズに行くという時には、市民の意識調査、世論調査ということを踏まえて、次のステップに行かなきゃいけないというふうに思っています。平成26年の時に札幌市が、今手を挙げている2026年を目指しますという、議会決議の時期にですね、札幌市として招致を目指しますといった時に行ったアンケートというのは、まずその概要計画というものをお示しをして、概算の費用
を示しようし、まあ、それらの候補札幌にですね載せて、こういう形で招致を進めますと。でその候補札幌の中にも、まあ、そういう情報を提供させていただいた上で市民世論調査を行って判断をしますと、まあ、こういうプロセスを見ました。ですから、候補誌に載せるとか、あるいはその事前にお知らせをしてから、これは無作為抽出のアンケートを前回1万人アンケートを行いましたので、まあ、それを行うとすれば、まあ、その発想だとか回収だとかっていうのもやっぱり 1、2ヶ月かかってまいりますので、まあ、そういうことを逆算をしていくとですね、仮に秋口に次のフェーズに行くかどうかということになってもですね、その世論調査というようなことをするとすれば、そんなに時間はないというふうに思います。何か別件なんですが、はい、おっしゃる範囲の、 火災、おっしゃる範囲の火災から、はい、まあ、3ヶ月が経ちますけれども、はい、まあ、その後、まあ、あのような火災が起きないためにですね、はい、まあ、札幌市がその現時点ですね、例えばその取り組んでいる、まあ、対策としてそのやろうとしていること、もしありましたら教えてください。はい、まずはそのこう今回の火災を含めてですね、やはり防火の意識というものを、やはり それぞれの施設、この福祉施設であるなしに関わらずですね、それぞれのご自宅もそうですけれども、やはり火災に対する意識というものを高めていく、そのための防火に対するいろんな啓発活動、対策と、例えばその、まあ、消火器の設置だとかですね、そういう準備していただくような、日頃やっていただくようなことをしっかり対応していかなければいけないと思います。ソシャルハイムの火災前後もですね、やはり高齢者の方のお住まいで火災が起きてお亡くなりになっているということも出てきておりますので、とりわけその高齢者の方の単身、あるいはその少人数で暮らされている家庭の数も増えてきてますので、そういった方々に対して、その防火をね、どのような形で、まあ、火災が起きない体制を取っていくのかということについて、少し具体的に、今までの啓発活動だけではなくて、より高齢者の方に対しての防火対策ということを検討をするようにという指示もしてございます。その上で、こういうソシャルハイムのような集団で生活をしているような場所に対しての防火のですね、活動というものも、まあ、消防のみならずいろいろな形で、例えばその生活保護法の担当している職員がどのようにチェックをすればいいのかということ、ちょうど今4月の時期で人が人事異動で変わる時期でございますので、まあ、こういったものが少し落ち着いた段階でですね、まあ、福祉担当の職員がどのように、合わせて見えるのかと、まあ、こんなことも含めて、まあ、検討をさせて調整をさせているところです。まあ、その落ち着いてから、人事異動が落ち着いてからという話でしたけども、例えば具体的にいつまでにその、まあ、対策などをですね、この立てたいとかというのはありますか。対策というのはいろいろありますので、先ほど言いましたように防火対策全般というものについては、これは早急にどういうことができるのかということをやれるところから手をつけさせたいと思います。わかりました。先ほどちょっとお話ししましたけど、こう
ある程度その今年の1年の中にですね、方向性をつけられるものっていうのは方向性をつけていきたいというふうに思っています。まあ、駅前の開発に関して、まあ、今まで駅のホームの問題が決まっていなかったということで検討が止まってましたので、これを急いで人の動線、それと車の処理というものも、まあ、東側に今度新幹線の駅口が出てまいりますので、タクシー乗り場とか、まあ、こういったものを新たに今までとは追加して検討しなければならない事項もありますので、そういった課題整理を早急に行って、まちづくり計画の方向性というものをある程度今年ですね出していかなければその後の手続き、都市計画決定手続きだとかですね、さまざまなものが出てまいりますので、そんなに時間的な余裕がないということですから、ある程度、今年1年、年度内にですね、方向性を出していかなければいけないのは、一気に前の町なのかというふうに思ってますし、それからまあ先ほど、複数の、まあ、枚数のことですけど、まあ、方向性としては中島公園ということで整理してますけれども、具体的な、じゃあ、官と民の役割分担のことですとか、そういった具体的な具体化していくためのプロセスということですね、今年1年しっかりと、やっていかなければというふうに思います。今度は先ほどの子育て関係もですね、引き続きやはり力を入れていかなければいけないですし、人材の確保ということもかなり大きな課題として顕著になってきていますので、そこの具体的なものの方向性も作っていきたいというふうに思います。関連では関連なんですけれども、はい、弊社の山本調査さんですね、2週間くらい前なんですけれども、はい、前年に比べてですね、市長の支持率が市長によって上がりして 43% になったと、まあ、ちょっとボールパークの経営にちょっと良かったというのもあるんですけれども、まあ、市長の観光の、はい、そうですね、ちょうどボールパークの札幌市内にとどめられなかったという直後の数字ですから、そこに対するいろいろな思い、ご批判というものが多く出たのかなというふうに印象を持っていますから、まあ、一方でそれ以外の事柄については先ほど申しましたように自分なりに取り組もうとしてきている、想定してきたことをですね、ある程度順調にできてきたというふうに思っておりますので、やはりその辺のところはしっかりとお伝えをしつつ、今後の課題というものについてもこれからも適切に真摯に対応していくということをなのかなというふうに思います。ありがとうございます。北海道新聞社の曽我美です。新幹線なんですけど、はい、工事、まあ、これから札幌市内とかに本格化していくと思うんですけど、トンネルですね、掘削度の問題なんですけど、まあ、先般の市議会の委員会でも話していたと思うんですけれども、処分地の周りのですね、住民の方なんかが、まあ、その急な決定なんじゃないかとかですね、そういった曲、まあ、があって、まあ、それが市議会に取り上げられたり、もしくはこれ今回小樽側のですね、土が札幌市に持ち込まれるというような状況にもなったということがありました。これから土がいろいろ出てくると処分地探さなきゃいけないということも含めてですね、今回のこの残土問題についてどんなふうに考えているか。はい、新幹線のその掘削と土の問題というのは、まあ、当然の札幌市内かなりの期間トンネル部分があるということは当初の計画がありまして、私も市長就任前の、まあ、企画担当している時からですね、この問題というのは非常に大きな問題になりまして、まあ、建設主体であります鉄道行き等にはですね、早めに対処方策を考えて、例えばその処理をする土について、まあ、住民の方へのですね、説明ということを早め早めにやっていかないと、大きな課題になってきますよということは以前から申し上げていました。ですから、やはり、まあ、もういよいよ札幌市内に工事が入ってき
て、現実にそういう土の搬入の問題が出てきておりますので、やはり早め早めに全体をどうしていくのかというと、処分地をですね、していくということをですね、ある程度想定をしながら、住民の方々に丁寧に説明をしていくということなんです。より一層重要になってくるというふうに思っています。このことは担当部長もですね、よく住民等の方と相談をしながらですね、住民の方に懸念、不安を生じさないようにしてほしいということを伝えております。関連でですね、そういった今、ちらっと市長もおっしゃいましたけど、環境基準を超えるような基準が入っている、いわゆる要対策とかですね、これは普通の埋め立て地下というのは管理地が必要になるということで、こちらはその普通の残土よりもですね、各自治体もそうですけど、こう処理処分地とか管理者というものは非常に時間がかかると思って、新幹線の開業が5年前押しされてますけれども、さらなる前倒しを求めるような声がある中で、新幹線の工事のスケジュールに影響しかねないというような声を私、取材してきてますけれども、その後期の関連をちょっと改めて、特に受給者ですか、どういうふうに思いますか。通常の環境的に問題のない、処理の必要のない土であっても、騒音、トラックの騒音だとかですね、いろんな問題がありますので、より、環境上の問題のある土については、かなりこう、センシティブなものと考えていかなきゃいけないと思いますので、早めに方向性を出して、議論していくということが重要だと。最終的にはその建設主体は決断機構なんですけれども、各自治体が協力して、処分地を決めるということですけど、先ほど申し上げたその打たれの土が佐賀札幌に入ってくるとかという話もしましたが、札幌の残土をですね、他の自治体にお願いするようなケースというのが出てくるというふうに考えますか。ですね、その処理の仕方をどういうふうに形で処理するのかにもよると思いますけど、処理、例えば科学的な処理をするということになれば、特定の場所でしか処理できないということもありますので、そういった場合には当然市内にはそういう場所がありませんので、市外にお願いをするというケースも出てくることを想定していなければいけないですから、いずれにしてもどういう形でその進めていって、周辺の住民の方のみならずです、時間がない状態で、物事を決めていくということはやはり問題になっていきますので、十分な時間を持って協議していくという必要があると思います。すみません、いいですけど、小林先生のことについて、市民の方が聞いているのは、現時点のテーブルでも下方に地域に市民の方ですけども、現時点のテーブルではエスターの方がまさに民間の前提になるというです、はい、同じ話になったことで、下方に地域に市民をどういうふうに、今まさにこれだけ作品に向かうことだと思うんですが、市長の考えとしてどういうふうに望ましいかというですね、まさにそういうことを含めて、今条件が変わったわけですから、整備を早急にしていかなければいけないということです。で、バスターミナルにしても市内路線を考えていく路線と、あるいはその都市間バスのような高速道路に出ていくような部分というのはどうしていくのかとですね、いくつかやっぱり複数、改めて考え直さなきゃならない部分というのはあると思いますので、そこは、一定程度想定をしながら今も議論をしてきてますけれども、その物事を詰めていく過程というのを急いでやらなきゃ。新聞の柳沢です。今年2月 の雪まつりの関係で、雪まつりの排泄の業務とかですね、一部の業者から契約が例年ですと入札で行われるケースが多かったんですけれども、今年に関しては随意契約で行われて、でしかも
去年よりもあの金額が高くなっている状況というのがあって、それに対して一部の業者から批判が上がっている状況があるんですけれども、その点に関して多くの協賛金で行われているお祭りでございますし、市も税金を投入している札幌 の大切なお祭りでそういった指摘が出ていることに関して市としてはどのように認識を持っているんですか。やはり契約事項、その実行委員会から出すということがあってもですね、やはり公の立場での仕事の仕方でしょうから、やはり多くの方に公平なのか透明なのかということをですね、懸念される疑念を持たれるというような手続きというのは、やはり好ましくないだろうと思います。状況から聞いてみますと、今年の場合、その契約の仕方によって単価が、単価といいますか、契約額が上がったというよりは、除雪の量ですね、排雪量ですね、持ち込んでいる雪の量が 前年より 20% ぐらい多いですから、そういったことだとか、今労務単価ですとかトラック資材関係上がってますので、私どもの一般の除雪の費用についても、ややこう高上がりになってきている状況になりますから、必ずしもその契約の仕方によって上がったかどうかということではないとは思いますけれども、やはり競争性、あるいは透明性というものをしっかり担保してやっていってほしいなというふうに思いますので、これは市の立場としてはですね、実行委員会の方にはしっかり求めていきたいと思います。今日入札ないということを、基本的にはそういうことだと思うんですね。観光協会の方に判断してこういう感じの方に、そうですね、分かりました。すみません、交代申し上げます。保育所の待機児童の関係をお聞かせください。今回、先ほど市長もおっしゃっておりましたけれども、保育士の不足に、市内の状況としてあると思うんですけれども、それが今回の、受け入れ数とですね、どのように影響していくのかお考えなのかというところがあります。今回4月1日現在の数値をもう少し精査をしていかなきゃいけないと思いますけれども、場所、保育所によってはですね、定員数に達してないというところがございます。で、この定員に達してないというところが、例えばその保育士の確保ができずに受け入れの子どもの数をですね、抑えざるを得なかったというところもあるというふうにも聞いておりますので、定数上の拡大をしましたけれども、そこまで、受け入れられてない原因が、例えばその預けられる保護者の方がそこを希望されてないということで空いていないのか、あるいは受け入れ側として、その分の数だけ受け入れられなかったのかということをちょっと精査してみないければいけないとは思いますけれども、幾分やはり今みたいに受け入れられないというところもいくつか出ているというふうに聞いていますので、その辺になってきますと現実的にやはり保育士の確保ができないことが、保育の拡大につながってないということが顕著に出てきていると思いますので、その割合がどの程度出てきているのかということはこれから、精査をしていかなければいけないと思いますけども、現実的にそういう、今までですと感覚的に保育士の確保が難しいんだよねという声が入ってきてますけど、もう現実に数字として出てきている可能性もありますので、そこは対応を急いでいかなければいけないかなという認識を持っています。追加の質問なんですけども、今保育士の確保をお話しありましたけれども、独自のですね、制度実際に設けないのかというのは前回の調査がしたと思うんですけれども、首都圏で先に待機児童が出なきゃいけないところでは、賃貸補助とか、いろんなインセンティブを設けて、他の自治体に補
保育所取られないようにということが出てくるんですけれども、札幌市も首都圏の対応、もしくは首都圏のたくさんの対象を受けたいなっていうので、その独自の政策を取っているようにでしょうか。基本的な考え方は前にも私も申し上げましたけど、やはりある程度それは全国ベースで対応の問題とか整理されていかないと、いい条件を出したところに人が集まってくる。例えば札幌がそういうことを、例えば家賃補助のようなものを取り組んだとしたときに、周辺の自治体のですね、人材確保ができなくなることをさらに進めてしまうということにもなりかねない、こんな要素もございますので、首都圏どこにとの関係で見ると、札幌はそういう手立てを取る必要があるのかなという、どうでもあるかと思いますけど、道内の中で見るとまた逆の札幌一極集中というものを進めてしまうということもですね、一方で、弊害的にあり得ると思いますので、基本的にはやはりこれはその市長会の中でもですね、やはり全国ベースで都市間競争になると必ずそういう問題点も起きてきますので、特に政令市の場合は周辺のその保育人材を吸収してしまうということになってしまって、地方としてですね、必ずしもいい結果にはならないという懸念もありますので、全国ベースで動こうということで、政令市の市長会議では進めていると思います。これはもう全体としてやっぱり上げていってもらいたいと思います。保育士の確保以外の保育士の確保と、保育所の同居以外に、ね、はい、その保育所の解消のために考えていらっしゃるんですか。いわゆる認可保育園の確保を拡大だけではなかなか追いつかないと思います。ですから、これは認可保育園ではないですけれども、例えばその今増えております企業主導型の保育所整備、これは企業として、大部分を従業員の方、その空いた部分を地域の方という、こういった保育所が増えておりますので、こういった受け皿、あるいは幼稚園で預かった子どもさんをその後一時預かりといいますか、延長して預かるというようなところですが、現実的な保育園に預けているということと同じ状況になりますので、こういった幼稚園の一時預かりの拡大でありますとか、さまざまな形で、子どもさんを預けたいという方々が同じような条件で預けられる環境というものを、認可保育所の整備以外でもですね、確保していかなきゃいけないというふうに思います。あの話ちょっとありましてですね、下 の、 南北、朝鮮半島ですね、はい、南北首脳会談が、核実験に北朝鮮があるたびにですね、市から抗議文を送ったかと思うんですけれども、核実験についてもですね、行わないということを発表していますけれども、少しかですね、今回の首脳会談に関してですね、どんな感じでしょうか。基本的にはその外交関係の私が何か独自ということにはならないとは思いますけれども、基本的にはやはり核実験あるいは核の保有ということに対しては、さまざまな実験で、北海道の上空を通過するというのがございましたので、やはり、市民の生命財産を守るという立場からですね、よりやっぱりそういう危険性が回避されていくような方向に物事が進んでいくということを望みたいと思います。ありがとうございます。亀井氏は以外の Thank you.